はい、こんにちは、橋本忍です。今日はですね、熱伝追のことをちょっとお話ししようと思って、熱伝追ありますね、この温度計ですね。熱伝追ね、この間ちょっと壊してしまったんですよ。でどういうふうに壊してしまったかというとですね、ここにねちょっと穴を開けちゃったんですね。これはね、多分あの釜でね焼いてる時に温度下がってきた時、何度ぐらいだったのかちょっと覚えてないんですけど、一回ちょっと抜かなくちゃいけないことがあったんですね、熱伝追を。なぜかというと、僕はこの釜今2つ使っていて、素焼きの釜もね、本焼きの釜も熱伝追1つなんですよ。本焼きが終わってで温度が下がってくる時にすぐ素焼きをしたかったので、こっちに差し替えたんですね、抜いて。で何百度で抜いたのか分かんないんですけど、その時に中で器に触っちゃったっぽいんですよね。まだね、釉薬が溶けてた状態なんでしょうね。それでここにねちょっと穴が開いちゃったんですよ。まあちっちゃな穴なんですけどね。で今、まあ、応急処置でこの釜のね内側に貼ってある綿ありますよね、断熱のパッキン、あれをねこう詰めて、鼻血を止めるようにね詰めてやってるんですけど、これをね、後でね、材料さんが来て直してもらうので、それをね紹介していこうと思います。でこの後すぐ材料さんが来まして、ちょっと目を離したらね、もうあっという間に、方向を分解して中身が出されてました。外すと中身はこういう感じになっています。この先っちょが温度を感知するところですね。そして、新品のね長い方管を持ってきてくれて、これを切って、僕の熱伝追に合わせて、調整します。グラインダーでねカットするだけなんですが、まあ、簡単にちゃっちゃっとやってくれました。さすがですね、あっという間にカットしちゃったこのカットした分が余分ですね。これで僕の熱伝追と同じ長さになりました。でこれね、根元の金具との接合部はもう接着のようになってて、もう壊してね、なんかこじって取るしかなかった感じですね。やっぱね、ちゃんと簡単には取れないようにちゃんと作ってありますね。まあ、結構ここは難儀してましたね。無事取れて、中をね綺麗にヤスリがけしてくれてますね。細かいことをねちゃんとやってくれますね。さすがです。そして、なんかねこれ何の糸か忘れちゃったんだけど、なんか糸状のものを巻いて、それでずれなくするためにね締めるみたいです。ちょっと巻きが多かったようで、もう一度巻き直すみたいです。ネジは止まってなかったっけ？ネジ止めはしてないんだっけ？ここ外すのに、あ、そっちか。ぴったり止まりました。もうこれでいいんじゃないのって感じだけどこれでいいんじゃないのってね、冗談なんかも言いつつも、ちゃんとその後も石膏で止めてくれるようです。この石膏は普通の耐火石膏じゃない石膏を隙間に流し込んで、それで普通に使ってて消失はしないんだ。しないですね。硬そう。
さあ、最後に保護管と金具が外れないように石膏を流し込んでます。この石膏は普通の石膏らしいです。無理やり押し込んでますね。あとはこれ硬くなれば完成です。綺麗にしてくれました。あ、綺麗だね。嬉しい。これで新しくなった新品が汚かったらびっくりするでしょすごい綺麗にやってくれました。だいたいどれぐらいだろう、ちょっと石膏を固める時間あったけどね、作業自体は10分ぐらいで当事者の柴田さんやってもらいました。でね、もうすっかり新品同様綺麗にしてもらいました。あの前にもちょっと話したと思うんですけど、もう最近は基本的にこういう釜関係のことでなんか不具合が起きたりしたらもうあまり自分では触らないようにしてます。やっぱりねプロにちゃんと頼んで、ね、やってもらった方が絶対にいいので、自分でやってもね、あのクオリティは低いし時間はかかるし、結局コストとしてね高くなってしまうので、ちゃんとねあのプロに頼むようにしてます。僕がいつもねそのお世話になってる、さっきもねちょっと映ってた、札幌陶人社、陶人社さんはね、まあ、札幌のね陶芸材料屋さんで、でこういう機材とかも売ってるし、最近ねあのネットショップもねあのオープンさせたので、もしよかったら見てください。まだちょっとね品数少ないんですけど、これからどんどん増やしていくようなので、ね、まあ、当人社のねリンクは概要欄に貼っておきますんで、よかったら見てください。柴田さん、これいくら？6480円。ね、今回の修理は6000円ぐらいですね。はい、そんな感じです。皆さん、熱伝追はね、これ買ったらいくらぐらいするんだっけ？熱伝追新品。2、3万するんだっけ？今そんな金額4万。あ、4万以上するんだ。うん。まあ熱伝追ね、結構脆い割に高いので、壊さないように気をつけましょう。でもこうやって保護管だけが、割れたとかだと、こうやってね、直してもらえると、今回6000ちょっとで、直してもらえるようです。まあ、そんなことで、道具は大事に使いましょう。じゃあまた次の動画楽しみにしていてください。ありがとうございます。バイバイ。